甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対阪神タイガースのゲームです。解説は里崎智也さん。まずはタイガースの先発西が甲子園のマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。ボウヤー打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。インサイド打ち上げました。右中間へ打球伸びる。ライト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っているボーア。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー西、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。初球空振りです。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。3球目見送っています。ボール。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となります。